はいどうも、えー、とただいまですね、ツイッターを覗いてましたら、えー、鹿島スタジアムに堀エモ門が出現してるとで。どうやら情報としては1日前に出てたみたいですね。はいでツイッターの枠で、まあ、窓ですね、窓の方に普通で検索をかけましたら出てきましたんで、で相当数。で ままだまだ拡散されてないのかなっていうところでもしねホリエモンをお,お会いしたってなかなかまあ人だかりになってしまってもしくはもう情報がそんなに行き渡ってなくて、えー、単独で動いてた場合わからないと思うんですよねうんでまあ情報をお待ちしてるというそういう動画でございますあー会いたいなホリエモンホリエモン会いたいですではい なんで鹿島スタジアムに行ったのかっていうのはわかんないんですけども多分まあスタジアムに入ったっていうことは機材のが特殊なものを使ってるのかだと思うんですよね。うん。今そらく東京近郊で動くで何て言うのかな動く場所でスタジアム系って言ったらやっぱり鹿島なのかなっていう国立が壊されてしまってものがないのとあとは。 ワールドカップがね200002の時にねワールドカップをやった時に鹿島でやったこともありましてもう古い話ではあるんですけどもその時に機材を一掃したのかもしくはまあ今ホリエモンが入るってことは最新機材を導入しててだと思うんですよねドローンでの機能かな 多分今日だと思うんですけども、初のね、えー、放送、ドローンの放送かなドローンのね、サッカー,ー報道があるというのを聞いたんですよね。なので、えー、ひょっとしたらカシマでやるのかなカシマではなかったような気がするんですけども、ただ、ホリエモンが動くってことは、おそらくまあそれなのかなっていう気はしてます。はい。えー、ちょっといいな、これな、行きたいな、こういうの。 うん本当ホリエモンはね寿司会いも出たいと思ってるんで1、えー、食10万円の寿司会いを年に何回なのか月に1回なのか分かんないんですけどもやってるみたいなんでそちらにも行きたいと思ってるんで、まあ、ホリエモンねその、うん、いる空間の空気を吸いたいとそのぐらいの気分でいますんで本当羨うらやましいなと思いますはいおそらくまあスタジアムでンな感じじゃないかなっていう気はしてますんで はい、皆様これ会えたらですねいいな、うん、楽しまれてください、うんあのー、自慢な、ねえー、画像とかありましたらぜひ、ねあのー、コメント欄うあるいはツイッターの方にください、はい、よろしくお願いしますではでは